はい、それではではすね今回の動画ではエクセルのサム関数、インデックス関数、マッチ関数、この3つを使ってですねこの支店名のところに、えー、店名を入れてこの売上金額をこちらの表から引っ張ってくるというやり方をやってみたいというふうに思います。であのこのやり方なんですけども別の動画でですねこの表のところに範囲名を指定することによって サム関数とインダイレクト関数を使ってね簡単に抽出する方法というのをやってるんですけどもこの動画ではこの表に背面を指定せずに今言ったこの3つの関数を使ってこの売上金額を抽出してみたいというふうに思います。それではねここののの抽出したい売上金額のところの セルををククリックしててもらって関数の挿入ボタンを押しますでまずはサム関数合計を出したいのでサム関数なので、えー、数学三角のところですね。で関数名の中をクリックしてアルファベットの「S」を押します。でちょっと下に下がってもらうとサムが出てくると思いますのでこの「SAM」を選んで「OK」ボタンですね。はい。 で、サム関数のボックスが開いたので、この数値1のところに今度はインデックス関数を入れていきます。で、名前ボックスをクリックしてもらって、その他の関数ですね。はい、でインデックス関数は検索のところにありますので、こちらを選んで、また関数名の中をクリックして、今度はアルファベットの i ですね。はい、そうするとインデックスが、ね、一発で選ばれると思いますので、これで OK と。 で今回はこの引数の選択のところは配列行番号、列番号で構いませんのでそのまま OK です。はいで、インデックスのボックスが開いたと思いますのでこの配列のところは今回合計を出したいこの数値が入っているところこのセルをすべて選択してしまえばいいです。はい、で、次に行番号のところここに今回は視点名を入れてその合計を出しますのでここでマッチ関数ですねを入れます。なのでもう一度その他の関数を選んでもらって。 でそのまま検索行列の中をクリックをしてもらって今度はアルファベットの M ですね、はい、そうすると待ち関数一発で選ばれると思いますのでもう一度 OK と、はい、そうすると待ち関数のボックスが開きましたのでまず検索値のところはこの視点名を入力する,するセルですねこちらをクリックしますで、えー、検索範囲のところ、えー、今回は視点名を、ね、検索しますのでこの視点名が入っているセルをすべて選択します 照合の処理、えー、今回これも完全一致になりますので、えー、数字の0を入れてもらえれば OK です。はい、これで次に、えー、もう一度インデックス関数に戻りますのでこの数式バーの中のインデックスの辺りをクリックをしてもらって、えー、配列、業番号、列番号が選ばれている状態で OK ですね。はい、で、えー、一番下のこの列番号のところにもう一度0を入力をしてください。はい、これで OK ですね。 はい、そうするとまだ支店面のところに何も入っていないのでエラーが出てますのでじゃあ例えばここに浜松店と入れてみましょうか、はい、でエンターと、はい、そうすると1万5000円ということで浜松店の今この弁当類とパン類の合計が出ましたということですね。 はい、まあ、こういった形でね、sum、えー、関数、インデックス関数、マッチ関数組み合わせて使っていただけると、まあ、こういった抽出の仕方ができますんでね、まあぜひこの動画を参考にしていただいて使っていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。